はい、本日は、境川湧水公園野球場からお送りします。まずはじめに、チーム名と監督さんのお名前をお願いできますか。はい、横浜市金沢区にあります、金沢スカイヤーズと申します。私監督をしております津坂と申します。よろしくお願いします。まず最初に、チームの設立はいつ頃でしょうか。私が2代目の監督なんですが、はい、詳しくは分かりませんが、おそらく40数年経ってると思います。じゃあ随分長い歴史のチームということで、はい、私だけで今もう36年そうですやっておりますので、その前にもう一人の方が、あ、そうですか、はい、やっておりました。なんかスカイヤーズとかい う, こう由来とかはあるんでしょうか。詳しくは知りません、分かりません、はい、引き継いだものですから。試合の、あ、ごめんなさい、練習の日時はどうなっているでしょうか。はい、1日あるときは、はい、1日練習をしますけども、なかなかあのグラウンドの取る時間がですね、なかなか取れないものですから、やっぱり半日というのが主力ですね。そうですか、はい、練習の場所とかはどちらでやってられますか。やはり金沢区内の、まあ、松風公園、夫も公園、姫の島と、まあ、車で10分15分のところで練習はさせていただいております。はい、去年と今年の成績を教えてください。はい、そうですね、今年に関しては6年生が少ないものですから、はい、5年生が主力になっておりまして、まだ今のところ無冠でおります。あ、そうですか。去年に関しましては一応10大会、出場した中で4冠を取らせていただくことになりました。じゃあ非常に来年が楽しみということですね。多少はいいと思います。はい、チームの考え方などを教えていただけますか。はい、やはり横断幕にも掲げておるんですが、全員野球というのを掲げております。これは子どもたち、レギュラーじゃないものも含めまして全員野球、そして、監督コーチを含めたベンチを含めた全員野球、そしてまた応援に来ていただける父兄を含めて、全体を含めた全員野球。そうですか。というのを、はい、理想としております。ありがとうございます。部費とか費用は大体どのくらいかかってるんでしょうか。1ヶ月に2000円です、ね。あ、そうですか。はい、ただこういった遠征になりますと交通費おそらく今500円ぐらい一人徴収していると思います。はい、合宿などはされてますか。はい、毎年合宿しておりまして、今年と去年に関しては千葉の方へ、はい、2泊3日で、合宿になっております。はい、今選手は何人ぐらいいらっしゃるでしょうか。部員が40名弱でございますね。そうですか。はい、はい、練習試合で父兄のお手伝いは必要でしょうか。はい、やはり、まあ、先ほども言いましたけども全員野球でやっておりますので、はい、何らかの形でお手伝いを皆さんしていただいておりますの で、はい、です、今後もそういった形を取りたいなと思っております。はい、体験参加などはやってられますか。これはもういつでもお電話をいただいて、はい、いつでも体験に来ていただいて、体験ももう何回来ても結構ですし、はい、長い方で子供で1ヶ月ぐらいかかって、あ、そうですか、体験をしていただいて、いそれで入っていただいたっていう子供もおります。はいはい、最後にですね、監督さんをやられてて良かったこと、はい、またなんか今悩んでることがあったら教えてください。そうですね、はい、まあ、悩む点ではやはりもうご父兄の方がもうだいぶ若い方になっておりまして、私のだいたい子供ぐらいの方が、はいはい、ご父兄なもんですから、はい、やっぱりそのある程度はやっぱ考え方をこちらも変えていかないとですね、はい、私 自身 もうついていけないなと思っております。ですから、まあ、父兄になるべく合わせるような、ね、そうですか、考え方だとかしております。なんか良かったことみたいなのはあるでしょうか。そうですね、やはり子供中心なものですから、子供と、まあ、もちろん勝って優勝したりですね、する喜びもございますけども、やはりその子供たちと一緒にですね、その同じ時間を、まあ、過ごせたという点でしょうかね。そうですか。はい、はい、卒業する間際に必ずそういった思いが積み上げてきますね。素晴らしいですね。はい、今日はすみません、試合後にお忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼いたします。